皆さん、こんにちは。今回は林家三平さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。落語家の林家三平さんが、2023年3月6日、フジテレビ系ポカポカのポイポイトークに生出演しました。その番組内で、妻で女優の国分幸子さんとの馴れ初めを語りました。林家三平さんは、女優の妻を口説くときは緊張したっぽいという質問に、落語会で三重県賢島に行って、そこのホテルで落語会が終わって次の日の朝、時間があったので、何でも願い事が叶う神社に行って、いい人と巡り合って結婚できますようにとお願いしたんですと話しました。続けて、夢枕に今の神さんが立って、こっちおいでって引っ張ったんです。感触が全部残っているんですよ。その2週間後、水戸黄門のゲスト主役で幸子が入ってきたんですと衝撃の事実を語っていました。結局その日にご飯に誘ったと言い、最初に結婚してくださいと伝え、周りに落ち着くように止められたと言います。その上で携帯番号交換をして毎日電話をしたと明かすと、 MC のハライチの岩井勇気さんは、怖くないですかと笑わせていました。林家三平さんは、3、4日後くらいにかけすぎだと言われて、3日間我慢したら、3日後に幸子の方から電話がかかってきた、そこからラブラブですよと話すと、スタジオの共演者は怖いと苦笑いでした。家族ぐるみで付き合いがあるというスタジオの白川玲さんも、毎日電話してた時の目が怖くてと引いた様子でスタジオを笑わせていました。最近は TikTok に熱中しているという林家三平さん。笑点の新大喜利メンバーとして桂宮治さんが加入したのは2022年1月のことでした。5年7ヶ月ぶりの新顔となったのですが、桂宮治さんと入れ替わるようにして去ったのが林家三平さんでした。ナイツの土屋信之さんはラジオで林家三平さんへ、改めて5年7ヶ月勤めた商店を離れようと思ったのはと質問しました。これに林家三平さんは、結局のところは息子でしたと語り出したのです。林家三平さんは、つまらないとか面白くないとか、何をやっても滑ると言われ続けて、これをずっと続けたら、今幼稚園だけど小学生になったら誹謗中傷を同級生から言われる可能性が高い。だったら一度離れて自分を高めておかないといけないんじゃないかと、と息子のために一度仕切り直すことを決めたと言います。これに花輪信之さんは、僕もわかりますと言い出し、運動神経悪い芸人に出て笑われるから、子供が運動会で走ると運動神経悪いと見られたりとか、と林家三平さんの気持ちを理解していたようです。そんな林家三平さんが最近熱中しているのが SNS の TikTok だと言います。落語関係者が次のように明かします。最近は泥酔しながら配信することが日常化していて、他の配信に乱入することも多い。また著名な女性配信者とばかりコラボしているので、TikTok ナンパだと揶揄されています。その界隈では煙たがられているみたいですが、と実情を話してくれました。ある時は芸人の河本純一さんとコラボするも、泥酔して現れた林家三平さんに唖然だったようです。収拾がつかなくなり始めると、機転を利かせた河本純一さんは画面がフリーズするというネタでなんとか配信をつなぎました。その約3ヶ月後にはみーすけという女性配信者ともコラボしたのですが、林家三平さんがなぜか大号泣しました。翌日には息子の餅つき大会があるのだと語ってひたすらに泣き続けたそうです。さすがに視聴者も、餅つき大会で泣くのとのコメントを寄せていました。ちなみに本業の落語は初心に立ち返って再出発しているそうです。寄席ではザルヤというネタを中心に披露しています。この演目は基礎中の基礎を鍛える話なので、2023年は本業でも躍進してもらいたいですと落語関係者は語っています。配信も落語も落ち着くといいのだがとも話していました。2016年のことです。新しい笑点のメンバーに、立川志の輔さん、月亭方正さん、
桂宮治さんなど様々なメンツが候補に上がっていました。50周年を迎えた国民的演芸番組笑点、日本テレビ系の新メンバー候補には様々な名前が上がったのですが、結局決まったのは誰もが驚きの林家三平さんでした。その後の生放送では番組冒頭から新メンバー在中と書かれた段ボールが登場していました。 CM を挟んで大喜利に突入すると、喜びいさんだ林家三平さんが登場しました。やや緊張気味ながら、笑点の偉い人から口止めされていたので、幸子も知りません、今日から頑張りますと挨拶しました。林家三平さんは言うまでもなく、昭和の爆笑王と言われた初代林家三平さんの次男です。祖父が7代目林家正蔵、兄は9代目正蔵という落語家一家のボンボンです。この人事には演芸評論家の吉川牛尾氏もびっくり仰天、経緯の裏側をこう推察していました。はっきり言って常実人事以外の何者でもないでしょう。日テレ上層部とつながりが深い母親の佳代子さんが頼み込んだとしか考えられないとしています。吉川牛尾氏としては人気実力から言って春風亭一之輔さん、桂竹丸さん、立川尚志さんあたりに入ってほしかったと述べています。競馬で言ったら3連単大外しといったところです。確かに笑点メンバーになれば地方の独演会も満員御礼となります。落語家として生涯食いっぱぐれがないと言われる金の座布団であると言われています。子を持つ親としてはコネがあるなら是が非でも入社させたい超優良企業みたいなものです。ましてや林家三平さんです。落語界のゴッドマザーと呼ばれる佳代子さんの気持ちはよくわかります。それだけに就活大成功とはいえ、今後は周りの目も厳しくなると当時見られていました。そして加えてもうマザコンの若旦那キャラを徹底するしかありませんね。実際講座などでは三平の後は海老名佳代子を襲名しますなどとやって笑いを取っていますと述べています。翔太さんが出すお題に対していかにもボンボン風の答えを出して他のメンバーから突っ込まれるというようなことを徹底していけばそのうち座りも良くなるのではないかと指摘されていました。実際の大喜利では新司会の春風亭翔太さんに向かってうちの姉が独身チビ野郎って言ってましたと、早速姉でシンガーソングライターの安羽ネタを披露していた林家三平さん、困った時にはどうもすいませんという必殺カードもあるのだから身内様様であるとも言えます。結局自身が実力不足だということを認め勇退したわけですが、その実力不足と判断した原因には何があったのでしょうか。調べてみるとネット上では評価が散々だったようです。勇退の裏にはそのような事情があったのかもしれません。さて女優やタレントとして活躍している国分幸子さん、落語家の林家三平さんと結婚した時は話題となりましたが、離婚の危機という噂もあります。ここからはそんな国分幸子さんの現在についてご紹介します。国分幸子さんが離婚したとの情報はありませんので噂はデマです。しかし国分幸子さんは今までにも何度か離婚を噂されています。結婚が話題になった夫婦だけにことあるごとに離婚危機が噂されてしまうのでしょう。国分幸子さんの現在の活動はテレビ出演、イベント出演、雑誌出演などです。それぞれ確認していきましょう。国分幸子さんはたびたびテレビに出演されています。主な出演はグルメやバラエティ番組などです。話題になった結婚なこともあり、よく話すのは夫のことなのだそうです。その他国分幸子さんはたびたびイベントに出演されています。イベントや取材にはご夫婦で出演されていることが多いようです。また国分幸子さんはたびたび雑誌に出演されています。雑誌の出演もご夫婦でされることが多いようです。雑誌にはご夫婦の仲睦まじい様子が掲載されています。国分幸子さんと林家三平さんの出会いのきっかけは2010年の水戸黄門での共演でした。前述の通り一目惚れした林家三平さんが猛アプローチして交際2ヶ月でスピード婚に至りました。こう話していることから
今でも熱々のご夫婦のようです。国分幸子さんと林家三平さんの間には息子さんが一人います。名前は修之助くんといい、笑点で名前を募集して命名されたのだといいます。修之助くんは国分幸子さんの SNS にたびたび登場しています。さて、5年7ヶ月レギュラーを務めた日本テレビ系演芸番組笑点を卒業しようと決めた理由について、ご本人は次のように述べています。結局のところは息子でしたと語りました。いかがだったでしょうか。今回は林家三平さんについて見てきました。国分幸子さんの現在について探ってみると、離婚するのではないかと噂されていましたが、全くその気配はないようです。妻として母として、そしてタレントとして日々奮闘中の国分幸子さん、これからも国分幸子さんの活躍に期待したいところです。ただ肝心の林家三平さんは定期的に仕事はこなしているものの、最近表に話題が見えてきていません。目標を持って笑点を勇退したからには実力をつけて舞い戻ってきてほしいものです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。